タクティカルライフル5点バーストとか頭出したら死にそう。あ、あれか、ファイアレートがめちゃめちゃ上がるのか、5発まで。で、その後ちょっとの間撃てなくなるのか。クラス先行スピットファイア確定押さないといけないんだな、これ。これ SMG なの、これでかくねめっちゃでかくねこれ。てかストック伸ばしすぎじゃないいや、ストック明らか長い、ほら貫通してるよ、肩。チームデスマッチ。なんじゃこりゃ。一人も逃すな。あ、タクティカルライフルって単発だっけ。腰ダメ精度いいのかな。ダブル。強そう。刺さっとる。わら。ダブル。わらわら。あれ死んでない。やつは終わりだ。うわー、やばいやばいやばい。勝った勝っハンドガンに勝手に切り替えるのやめてよ、これ、このゲームアサルトパックを用意した。ハンドガンに切り替えようと思って押そうとしたら、あれ、ハンドガンに勝手に切り替わったと思って撃てなかった。当たんな。初弾当たれば当たるから強いとは俺は思うが。キュート。めっちゃ勝て。あい、できねえ。敵の歩兵を排除した。フレフ強いだとプロ仮装じゃないかで差が出るらしいっすね。弾ないな。え、この向き何。あ、そういうね。当たんないのこれでなんでじゃあ。 UAV の投入を要請する。はい、なんかすごいの来て。設定で勝手に持ち替えないようにスラムが使える。俺が使われる側じゃなくてよかった。その設定したはずなんだけどな。俺のビーコンを頼りに戦闘ヘリを展開しろ。ごめんね。レーザーつけたいな。死なな。ノーマットをやった。味方です。スペシャリスト選択画面に遅れるし、ひどい。メシマインを粉砕した。ギアパッケージを投入可能だ。あ、意外と早かった、来るの。長押しか、これ。え？ウォートホークを飛ばせ。何、ウォートホークって。新作の敵かたくないですか。爆撃してんの。できた。連中は終わりだ。弾がない。死なねえ当たっちゃうと早くアンロックしたいな。敵めっちゃ硬いっすね。瞬間爆撃してくれるやつかな。あ、これやばいやつ。わら、まだ当たってない。始末した。やめちくり。悪党が一人死んだ。なんか絨毯爆撃ずーっとなってんだけど、何これ。やめちくれー。
なんかすごいすごい。ちょちょちょ、だから勝手に切り替わんないでってもう。やっぱりレーザー欲しいな。あと少しだ、戦績を残せ。ウォーファイターを撃破。サンダーボルトの一般名称らしいね。めっちゃいるんだけど。いやこれマジでレーザー必須だなこの武器。作戦エリアに敵の RCXD。 見えねえ。ルインキル。アイアンサイトがちょっと抜く。何これ。あ、そういうね。めっちゃいそう。あ、これ SMG じゃダメなんだ、この距離。勝った。あ、ダメなんだこれ。この武器で速い代わりに命中と威力減衰が激しい武器とミタボさんと一緒かな。ダスさんって配信中はミパソコンですか。そうですよ。死な。いやこれマジレーザーつけたら負けるな。仕留めたぜ。かっこいい。え、てかこの武器通装じゃない？めちゃめちゃ通装じゃない？これ。めちゃめちゃ硬いゲームなのに同一時期とは。